波だからね、JOC っていうのもね。本当のオリンピック見てないよ、私は。JOC なんか、アホなやつなんか。この前の東京オリンピックの時には見やったんだけどね、あれほとんど CG と、本当にやった競技もあればやってない競技もあるんだよ。東京オリンピックの時ね。1964年じゃないよ、この前のやつだからね。だからあの時電気が暗かったでしょ。パンデミックだけじゃないのよ、あれは。あれは CG とね、CG と、組み合わせだったね。で、今度のヨーロッパのやつは終わると、トランプさんがすごいことをするんだって言ってるけど、あれで楽しみやと思ってる人もいるけど、まあちょっと私にはわからないんだけどね。とてもじゃない、みんなはその闇が好きなのかなと思って見てるね。うち闇好かんから、はっきり言うと。パンデミックも嫌いだし、WHO とか NWO って知ってる？テドロスって小児愛だよ、はっきり言うけど。じゃあそれをさ、ヤフーニュースで出してる時点でさ、出してる時点で悪魔じゃん。ねえ。じゃあヤフーニュースも削除してほしいんだよね、私からすれば。ね、ロイター通信、共同通信、電通、博報堂、ビデオリサーチって、みんな仲間よ。大株主や、あれよ。みんな仲間だから、電通の仲間よ。で、電通って韓国の電通だからね。日本のメディアって韓国なんだよ。言っちゃ悪いけど。ほんでね、NHK は共産党。中国共産党ね。だから日本のメディアどこにあるのってないんだよ、はっきり言うと。で、インターネット自体も、インターネット回線は創価学会が持ってるんだよ。だから今、インターネット世界中切断してるじゃない。つながってるのはニューヨークとか日本とぐらいでしょ。だからロイターとか共同通信がニュース出しても全部嘘なんだよね。作り話っていうこと。つながってないんだから、どこからそのニュースを手に入れたのって、うち2年前からしてたんだけどね。誰もみんなさ、それでも従ってるじゃん。ね。いや、40課税で文句言わないしね。なんで40課税なのに文句言わないんだろうとか、一人で行ったってしょうがないんで、みんなでこれ抵抗しなきゃ買わないんだよ。大勢でやんなきゃどうしようも。大衆がね、やっぱり大衆がよそ向いたり、就職したのが失敗だね。就職しないでみんながそこに集まって住んで、その闇のものを倒すっていうことが大事だったんだけど、やってこなかったじゃない。どんどんさ、日本の領土は中国に取られてさ、子供たちに習うやつで、北海道なんかさ、日本語を教えないとこもあるんだからね。で、なんでそれでもみんなニコニコヘラヘラしてるのかわからない、私には。で、パンデミックやった後に、あ、パンデミック終わったねとか、隠すと思ったよ、花火大会の時の配信の時。頭おかしいんじゃないって言ってもね。やっぱ日本って変なんだなと思ったね。普通はそんなの書かないよねと思ってね。終わってないよってよく言ってたんだけどね。パンデミック終わってないよ、日本は。他の国だけ終わってるけど、日本だけ終わってない。で、グーグルっていうのはやっぱり創価が持ってたから、そう、グーグルは解体に向かってるんだけど、やっぱグーグルっていうのはとんでもない会社だったね。グーグルばっかりじゃない、アマゾンもそうだけどね。アマゾンって会社は中国の共産党が大株主だから、そう。だから勝手に荷物送りつけされたこともあるよ。今年、いや、去年、あ、今年か、あったね。で、消費者センターに持ってたわ、はっきり言うと。そんな感じ。だから今、なんか日本っていいもんないよね。みんなそれを信じてるんやろ。まあ信じてるもんしょうがないけどね。まあそんなところで人間生活を送れるかって無理だなと思ってる、私は。まあ本当はこんな世の中で子供作ってもいけんし、結婚するとこでもない。結婚するんだったら、それは黒人間か、韓国人か中国人じゃない、日本でやってるのはね。日本でさ、M 資金もらってるの韓国、中国人じゃない。在日系かな。ランクに応じてよ。ランクが低い人はもらってないけどさ。で、日本人の人はいつも住み込みを追いやられてる。で、創価に入ってる人がいい役職に就いたりね、してるわけ。だからカルト宗教って言うけど、本当に神だと思ってるのか知らんけど、神はいないんだよ。で、神はいないんだけど、神がおるってみんな思ってんやろ。だけど、おまんと生きていけない。だけど、カルト宗教に入ってね、お金取られたりね、そう、パンデミックやってみたりね、韓国、中国がさ、並ぶバイトもしとったじゃない。ランサーズ使って。ランサーズでさ、並ぶバイトもしとったん知ってるよ、こっちは。別に隠されてないじゃない。ランサーズがさ、ネットでさ、並ぶバイト募集しとったじゃない。で、パチンコ屋のさ、バイトもさ、ほとんど韓国だよ。だって、パチンコって韓国なんだもんね。じゃあ、日本の企業どこにあるんですか？ないんですね。